お邪魔しまーすねえ君また家の鍵かけてなかった危ないよ心配なんだけどえ私が来るから開けといたホんトかなまあ、いいけどさ <laughs> バイト疲れたーお水もらうね しいあれなんか君さ元気ない <laughs> いや嘘だね顔色思いっきり悪いもバイトしすぎだって疲れてるんだよお金貯めたいのはわかるけどさえ明日も朝からバイトなのなんか社畜予備軍だねん元気出させてほしい そんな無茶な休みなよ普通にえ何でもいいからうんそうだなぁじゃあ私の胸触るあれおーい聞いてる固まってるけど <laughs> 何よってもしかして聞こえてなかったあたしの胸 なんか触ったら疲れた気持ちも晴れるのかなーって。え私はいいのかってうーん。まあ、いいんじゃない減るもんじゃないし。え、それは俺が言うセリふふ。<laughs> よくわかんないけど。ねどうするのなんか君、胸触るって聞いてから急にテンション高くなったよね。 そんなことない <laughs> そうかな。で、どうする <laughs> 迷ってるの <laughs> 迷うことあるんだ。ん、聞きたいことがあるはい、どうぞ。もし触ったら俺のこと嫌いになったりしないかいや、ないんじゃない だって触っていいって言っといて嫌いになったらなんか理不尽じゃん。よほど気持ち悪い触り方しなければ嫌いにはならないと思うけど。え、まだ質問あるの <laughs> 慎重だね。触りたいんでしょガッと触ればいいじゃん。え、そういうわけにもいかないふーん、複雑なんだね。 触ってもまた今みたいに家に来てくれるかうん。来るんじゃないわかんないけど。友達なんだから時間が合えば行くでしょ。うん。えやっぱりやめとくのなんでていうかなんで泣きそうなの今が一番いいからどういうことあ、関係を壊したくないってこと いや、君に胸触られただけで関係は壊れないと思うけど。はあ、それでもやめとくんだ。めっちゃ悔しそうだけど <laughs> やっぱり。友達にそんなことできないふー、うん。ね友達にそんなことできないならさ、触る前に私と付き合うっていうのにはならないんだ。 君の彼女になったら、胸触ってもいいと思うんだけど。うん。いいよ。付き合っても。っていうか、告白されるの待ってた。何回君の家行っても告られないんだもん。友達のままがいいなら諦めるけど。でも、胸触っていいよって聞いた君の反応を見てさ、私のことちゃんと大切にしてくれてるんだなって分かったから。 だから告白しました。じゃあ、お返事をください。<laughs> いいの <laughs> 嬉しい。じゃあ、これからよろしく。はい。というわけで、彼女になったんだから、胸、触るわ <laughs> かってるよ。触るのが目的で付き合ったんじゃないんでしょっていうか、そういうの気にするのって私の方なんじゃない ほら、いいよ。あ、あ、ストップ。触る前に、あたしのこと、好き <laughs> はい。あたしも君が好き。じゃあ、どうぞ。